おはようございます。ドライトニュースの時間です。統合版マインクラフトベータ版バージョン 1.11.0.7 が配信しました。新機能は特になく目新しいものはないかと思います。まずはバッドオーメンとヒーローオブザビレッジを獲得した時にアニメーションポップアップが追加しました。はい、こちら統合版マインクラフトベータ版バージョン 1.11.0.7 のワールドです。ピレッチャーの塔にいるキャプテンピレッチャーを倒すとバッドオーメンのエフェクトがつきますが、それと同時に可愛いアニメーションが表示されます。さらに村の襲撃イベントに勝利してヒーローオブザビレッジのエフェクトがつくと同時に、これもまた可愛いアニメーションがつきます。アニメーションがつくことでより分かりやすくなりました。以上、現場からでした。続いてのニュースです。取引をするときにより簡単に自動取引ができるようになりました。はい、こちら取引の検証をしてくださる村人さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず取引画面に入りまして、こちらの左側にあるところを右クリックすると取引アイテムがあればそのまま自動で取引されます。素早く取引するならこの方法を使いましょう。今ちまたで有名なペイペイ導入しました。はい、そうですか。以上、現場からでした。続いてのニュースです。襲撃イベントの期限が過ぎると期限切れのメッセージが表示するようになりました。はい、今現在ですね、襲撃イベントが行われている村へやってまいりました。ちょっと怖いんですけど、ここでゲーム内の2日間籠城してみます。約40分間の籠城です。襲撃イベントはですね、2日過ぎると、期限切れとなってメッセージが出るようなので、このまま待ってみます。はい、このようにですね、英語ですけど表示されるようです。はい、襲撃イベントを2日間も放置してしまうと期限切れになるということです。以上、現場からでした。続いてのニュースです。襲撃イベント中、ビンディケーターはドアをぶち破り中に入る危険性があるようです。はい、こちらはまた村へやってまいりました。あっと、ピレッチャーたちが村を襲いに来ました。しかし家の中に隠れていれば安心です。あっと、ビンディケーターはドアを壊しています。やばいです、とうとうぶち破りました。倒すしかありません。続いてのニュースです。製図台、家事台や細工台の製作レシピが全く新しいものとなりました。以前のレシピはこちら、作業台に紙や丸石、矢を入れるだけで作れましたが、今回のレシピはこちら、製図台は木材4個と紙2枚、家事台は木材4個と鉄の延べ棒2個、矢細工台は木材4個と火打ち石2個となりました。木材4個は作業台を作るのと一緒の数ですが、その他の素材が以前のレシピよりも難しくなりました。少しシビアになりました。続いてのニュースです。新機能でスキンパックからスキンの選択をするとき、選択されたスキンは同じアカウントなら違うデバイスでも移動するようになりました。これは例えばスイッチと PC で同じアカウントを使っていて、 PC で変更したスキンがスイッチも自動的に同じようになるということです。もしかしたらカスタムスキンもなるのかなと思いましたが、スキンパックからということなので、残念ながらスイッチにカスタムスキンはまだのようです。と、これは前回も同じようなことを言いました。新機能として今回の情報に書いていましたが、これは間違いなのか、前回の時に入れ忘れたのか、どうなんでしょうか。最後のニュースはこちら、マイクラトピックス。こちらのニュースはちょっとした変更点や修正など細かい情報を Google 先生で翻訳した通りに紹介するコーナーです。それではテンポアップで参ります。ゲームプレイ中に起こるかもしれない何個かのクラッシュを修正しました。ファントムと同時に別のポータルに足を踏み入れた時に発生する可能性があったクラッシュを修正しました。エボーカーファングでダメージを与えようとした時に、ファングの途中でエボーカーがいなくなったらゲームがクラッシュしていたのがしなくなりました。新しい世界を作成するときに不足しているリソースパックをダウンロードしてもゲームが反応しなくなることがなくなりました。読み上げの問題へのアクセシビティ機能とテキストの多くを修正しました。ワールドがワールドテンプレートとしてパッケージ化されている場合、マルチプレイヤーゲーム設定の無効化が適用されるようになりました。プレイヤーが X 軸または Z 軸で約 65km 先のブロックのブロックを通過するのを修正しました。プレイヤーがセーブして終了しても襲撃イベントはキャンセルされなくなりました。
ベルを鳴らしてもプレイヤーが村人との取引から締め出されることはもうありません。最も近いプレイヤーを攻撃する敵死の範囲を減らしました。眠っている間、村人の頭は壁を通過しません。彼らがどう感じていたか分かりません。村人取引のいくつかの不正確な価格を調整しました。襲撃イベント時のピレッジャー隊は同じスポーンエリアに出現しないようです。ピレッジャー隊はプレイヤーの近くでスポーンしなくなりました。村人が精錬している間、村人は燻製機と溶鉱炉の仕事場の関連付けを失うことはなくなりました。襲撃中にラベジャーが村に移動するとき、より早く移動します。ラベジャーは壁の後ろから村人や他のモブにダメージを与えることができなくなります。ピレッジャーはピレッジャーの塔の構造の中に出現するようになります。ブロックの採掘中にパーティクルが表示されない問題を修正しました。丸石のハーフブロックは同時にハーフブロックとブロックではなくなりました。残留ポーションはもうベルを鳴らさなくなりました。コンポスターはピストンで押された時に無限の量の骨粉を落とすという不具合はなくなりました。額縁に配置した時に見えないビットがあるアイテムを修正しました。金や鉄の延べ棒を回収するために破損した工具を再度精錬することができます。サボテンは再び緑色の染料をかまどで作ることができます。足場の長さの変更を示すために足場の遊び方のページを更新しました。元のエンティティを必要とするテンプレートワールドの村人とゾンビ村人のための矛盾したスポーンエッグを修正しました。アドオンで行われたエンダーマンのピボットポイントの変更を修正しました。以上、統合版マインクラフトベータ版バージョン 1.10.1.0.7 の情報でした。他にもご意見等ありましたらコメント欄へお願いします。今後この内容のアップデートがスイッチ版、旧 PE のスマホ版、旧 Win10 版の PC、 Xbox One 版にも出るので楽しみですね。それでは良い一日を。